こんにちは、命の里チャンネルビジョン直也です。どうもです。本日は命の里とは何ぞやと、いろんな動画を多分10本ぐらい上げてきたんですけど、僕たちの農園の説明をしていなかったので、本日はその説明をさせていただきたいと思います。それプラス、なんでこの YouTube をやってんのっていうところを皆様にお伝えできればなと思っております。で、命の里というのは、茨城県土浦市で農家をしているんですけど、3つのことを目的としてます。まず1つ目が種を紡ぐと、どん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 今ある種をつないでいくっていうことを目的としてます。さつまいもレンコンなどを自分たちで自家採取して、どん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 繋いでいく、次世代に繋いでいくということを思いが、それが1つで、2つ目が地球と遊ぶと。この地球の遊び方って、環境を整わなければ遊べないじゃないですか。もっとボロボロになっていくと僕たち遊べない環境になるんで、ちゃんと遊べる環境を作って次世代に渡すということを農業を通じて教えていきたいなと思っております。で、3つ目が薬のいらない社会を作るということです。この野菜で、野菜の栄養素だけで免疫力を高めて、この皆様の周りにある薬を、薬を否定しているわけじゃないんですけど、薬のいらない世界を作るということをビジョンにして、僕たちは命の里をやっておりますっていう会社です。皆様よろしくお願いします。それでは次に YouTube をする理由というのをスパローケンさんからご説明お願いします。はい、それではここからはスパローケンが、皆さんにお伝えこと2つございます。まずこの YouTube やってる目的なんですけれども、まず1つ目は、どうしても農業って、汚れたり扱うも大変なね、イメージは持たれてる方結構多いと思うんですけれども、若者からお年寄りまで幅広い年代の人たちに笑顔でなれるような、そんな農業を目指していますので、まずそれをね、 YouTube を介して、皆さんにお伝えしていきたいっていうのがまず1つ。そして2つ目は、未来人視点からいくと、環境問題がやっぱり今すぐにでも取り掛からないといけないので、やっぱり環境に優しい農業の在り方、そういうのを我々がね、皆さんに YouTube を通して、お伝えしていきたいなということで、やらせていただいてます。はい、そして本日7月7日ということで七夕でございます。なので、私スワローケンとビジョン直也が、それぞれね、願い事を書いて終わろうと思います。